結構休まってると思うんですけどね。ないのか。おっしゃ、よし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 、ちょっと待ってくださいね。待ってください。回します？こっちから。オッケー。スタンバイ。おっしゃー、スキャッツブー。悪いねー。よいしょ。悪いねー。カバースキャッツブー。おお。朝一釣れたポイントに戻ってきたら、はい、また釣れました。いや粒揃いですね、ここで反応すんの。この1300-1400ぐらいある。はい、腹がすごいな。一応サイズどんなもんか。40ないでしょ。はい、40かけるぐらいでしょ。あ、40はあるわ。40よし、なるべく短くなるべく短く39。はい1200ぐらい、1150って感じ。はい、はい、うおー、カバースキャット効きますね。やりました、また。はい、この音、カイパーの色がすごく重要で、シクルマと同化する。これはすごいよね。うん、効いてないでしょナイスワン。3匹目やりました。タックルは、タックルはレジットのレジットの 6.M で、 6.M なんです ね、 ですね、山田さんのは。でカバースキャットですね。 MH かなってイメージですけど、山田さんのはだいたい M で釣ってる。そうですね。うん、これもうそろそろ枯渇してきたんで、オークションで高くても買わなきゃいけないかもしれない。温存、温存で。今のも引っ掛けてずっと水中提灯みたいにして、はい、パンパンパンって張り上げてシュイーって言って、ここで茎に引っかかってるから、何回も何回もやってたら、そのうち糸がまっすぐ下じゃなくて横にダーンって走ってて、おーって感じですね。ありがとうございます。聞いたんで。ナイスフィッシュ。はい、どうも。いい。3匹目です。イエス。今日も単日4キロ行ってます。